このモデルは2015年7月28日に公開された。アップサイドダウンの MV で着用されたサングラスで、イエスティーバートリビカトータスです。この MV の時のモデルはノーマルレンズで、ミラー加工のないダークブラウンカラーです。後に、週刊エグザイルで放映された。8月19日リリースアップサイドダウンミュージックビデオ撮影に密着の時に着用された時のレンズは、微妙なゴールドミラーがかかっています。微妙というのは、角度や光の具合によって、ミラーがかかったり、全くかからない感じになります。通常、濃いレンズにミラーをかけると常時ギンギンのミラーになってしまいます。この動画のモデルも、わかりにくいですが、角度や光の加減によりゴールドミラーが効くような、カスタムレンズに仕上げています。前半のモデルは、ノーマルレンズで、後半は、カスタムレンズです。レンズカラーは、ダークブラウン。ミラー加工、ゴールド、カスタム。フレームタイプ、ボストン。フレームカラーは、デミガラ、ブリッジの部分は、マットシルバー。テンプルカラーは、デミガラ。サングラスのサイズは、レンズ幅、48ミリ。ブリッジの幅、20ミリ。テンプルの長さ、140ミリです。では、ごゆっくり、ご鑑賞ください。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン&チャンネル登録をお願いします。